をするんです。富岡さん、そんなだからみんなに嫌われるんですよ。俺は嫌われてない。ああ、それすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。です。理由くらい話してください。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？